皆さんこんにちは。人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのマダモーです。今ちょうど、こちらロサンゼルス時間は今日火曜日の朝7時半ぐらいなんですね。日本の皆さんとは16時間の時差があります。ですから今日今ちょうどもう夜明けで明るくなってるんですが、今日は、日本時間の10時から皆さんとオンライン出版記念講演の読書会というのをやっていました。これをご覧の皆さんもこの本を買ってくださった方、裏にホームページありますので、こちらの方から無料読書会にお申し込みください。ということで今日は皆さんにこのゴールデンウィーク中に家庭でできるお金の家庭教育についてお話ししたいと思います。ちょうどこうやって今年は田舎にも帰らずに、旅行にも行かずに、自宅で自宅待機してるっていうことなんですけれども、入江さんこんにちは。で、こういう時間を使ってね、家庭でちょっとお金のこととか話をしてみるっていうのもいいと思うんですね。で私の家は大阪の浪速商人の家、そして夫はもちろん東南アジアの華僑なんですけれども、私たちがその一般の社会、一般のサラリーマン家庭と違うのはっていうと、多分子どもの時から家庭でお金の教育をされてるからだと思うんですね。これは過去の本にも書きましたけれども、例えばアメリカでも子どもにはお金の教育をする、日本とかアジアの親みたいに子供を甘やかしてお小遣いをあげるっていうことはしないんです。例えば私の住んでいる地区もロサンゼルスでは、千恵さんこんにちは。私の住んでいる地区、これもロサンゼルスでもやはり指折りの高級住宅地なんですね。周りの一軒家もみんな、数億円の高いお家ばかりなんですが、これだけの高級住宅地でも、今はコロナウイルスで外出できませんけれども、普通の時期ですと、もう今こうやって暖かくて、こちら夏なんですよ、もう真夏日、日中も30度ぐらいなんですけれどもね。でこういった時に子どもたちは何をするかっていうと、この道路道、道路脇に大体家の前とか交通量の多いところにやってきて、折りたたみのテーブルを置いて、そこにビニールのなんかテーブルクロスをして、玉木さんもこんにちは。で何をやってるか、レモネードを売るんですよね。でなぜレモネードかっていうと、フロリダとかテキサスとかカリフォルニアとか、この温暖な地区っていうのは大抵家の裏庭にレモンの木があります。柑橘類の木があります。我が家にもレモンの木があります。でそれを子どもたちはレモンをもぎ取って汁を絞って、そして冷蔵庫から氷と水とお砂糖を混ぜて、とにかくレモネードを作って売るんですよ。でそれをお小遣いの稼ぎに、足しにしなさいっていうふうにするんですね。で、これも本とか過去の本に書いたんですけれども、やはりそうやってやってる。でも必ず脇で親が見守ってるんですね。子どもが誘拐されちゃいけないとか、いろんなことが親が見ています。ですからある時私は車を止めて、その親御さんに聞いたんですね。まずあなた の何を仕事をしているか、それでそこも住宅、高級住宅地で、だいたい一軒家でだいたい2億円以上のお家ですから、なぜあなたは富裕層なのに子供にこんなことをするんだって聞いたら、やっぱり今は私たち夫婦はお金持ちだけど、これも何が起こるかわからない。例えば今こうやってね、コロナパンデミックですと、開業医でも自分のクリニック閉鎖しなきゃいけないわけですから、開業医でも今この間は収入が止まってるわけです。ですから明日どうなるかわからないから、子どもにはやっぱり子どものために財産を残すのではなく、稼ぐ力をつけたいから、これレモネードを売らしてるんだっていうことをやってるわけです。ここが一つのポイントですね。アメリカっていうのは経済の動きも大変で、今日お金持ちでも明日どうなるかわからないっていう、そういう国っていうのは日本以外、日本もそうかもしれませんけども、結構海外って多いんですね。そういった意味で子どもにはお金をあげるのではなく、お金の稼ぎ方を教える。これは有名な
格言ありますね。私もまた過去の本で引用させてもらいましたけど、まあ、あれがユダヤの格言っていう人もいれば、まあ、中国の格言っていう人もいるんですが、ポイントは腹を空かせた子供に魚を与えるのではなく、子供に魚の釣り方を教える。そうすればその子は一生食うに困らないだろうということですね。ですから子供には、あなた親御さんが一生懸命働いて子供に財産を残すのではなく、子供に稼ぐ力をつけるっていうのが、この大阪浪花商人、そして夫の家教はこれを知ってるわけです。やっぱり夫の家教っていうのは、その中国大陸の毛沢東の共産主義が嫌だから、彼らはボートピープルになって着の身着のまま東南アジアに漂流して、そこで頑張って財を成した人たちなんですね。ですから明日はどうなるかわからない、いつでも着の身着のままで逃げれるようにということで、いろんな保険的なことをやります。子供を海外留学させるのも一つですね。海外留学させて、そのアメリカ、カナダ、オーストラリアなどに留学させて、そこで就職もさせて、就労ビザとか永住権を取らせれば、本国で何かがあってもすぐ子供を頼ってその国に逃げることができる。ですから子供が複数いれば、複数の子供たちを全員をアメリカに入れるんじゃなくって、まあ、アメリカ、カナダ、オーストラリアとかこう分散して子供を置いてるわけですね。まあ、そういった意味で今日は皆さん、このゴールデンウィークということですから、お家にいる時間が多いですよね。だからそうすると子供との会話の時間を有効に使ってほしいと思います。あ、たくさんの皆さん、聞いてくださってありがとう。あ、美香ちゃんも今日来てくださってありがとうございます。ということで、家庭でなんですけども、やっぱりお金、こういった時にね、あ、ハートマークもありがとうございます。家ではっきりとお金の話するといいんですが、あ、まずその前に、まず皆さん家族でやってほしいこと、コンテージョンという2011年の映画ですね、ハリウッド映画コンテージョン、あれをまず家族全員で見てください。我が家も昨日の日曜日、あ、おとついの日曜日ですね、週末の日曜日にアマゾンのストリーミングでレンタル3ドル99でダウンロードをして家族で見ました。あれね、何がいいかというと、皆さんもご家族でわかると思うんですが、家族でああだこうだ言っても絶対聞かないんですね。例えば親御さんの皆さんが子供のことを思って、親ってつい口やかましくなるんですが、子供は親のことを聞かないっていうのがもう世の常ですから、そういう時は映画とか第三者に語ってもらう。そういった意味で、うちも私と夫は食品扱いとかやってますし、感染予防もやってるので、いろいろ父に言うんですけど、日本から来た父はね、一切聞かないんですね。ちょうど今のパチンコ屋に並んでる人と同じぐらいの感じで、いや大丈夫でしょうとかってやっちゃうので、でこの家族でね、コンテージョン見たんですよ。私は父にところどころ日本語でかいつまんで教えたんですけども、やっぱあれを見てから父帰れましたね。もう何か触ってもすぐ手を洗うようになった。そういう感じで、皆さん、親御さんの皆さんは大切な大切な子供にこういろいろ教えたいんだけど、子供はとにかく親には反発して親の言うこと聞かないので、こうやって今回のコンテージョンみたいに第三者とか、まあ他の映画とかを子供に見させて、そこで知ってもらうということですね。だからそういう意味で、このゴールデンウィークはまず家族全員でコンテージョンを見て、この感染予防をどうすればいいかということをまず見てください。で、同様にもし何かお金に関する映画があれば、それを家族全員でまず見てみる。で、家族全員で見て、そのお金というものに対して真面目に真摯に向き合うことで話をしていくっていうのがいいと思います。まあ、それがまず第一歩。もし皆さんの家庭で、その私の実家とか夫の実家みたいに常にお金のことを普通にオープンに話す家庭じゃない方の場合は、まず初めの一歩として、そういうお金に関するなんかドラマとか映画とかをレンタルしてきて、それを見るっていうのはいいと思います。もしくはやっぱり今のこのコロナパンデミックでパパの収入が止まった、ママのパートが止まったのよとかいうことを子供にはっきり開示しましょう。情報開示をして、今までこうだったのが収入がこんなに減っちゃった、だからこういうことできないよねとか、不休不養、例えばあなたの
塾のお金もこれも払い込んだけど、やっぱりこの塾も不要不急だからちょっと今やめときましょうとかね、なんかそうやって一緒になって話をする。で、大事なことは親がああしろこうしろこうだとか決めるんじゃなくって、とりあえず子供に選択肢をあげるっていうことです。ただ子供も、子供は子供ですから、子供の頭で考えることが正しいとは限らないんですね。その時に親のあなた、大人のあなたができることは、まず A か B か子供に選択肢をあげるんですが、A も B もどっちも親のあなたから見てもう承認済みの内容ですよね。例えばチョコレートを食べるかアンパンを食べるかというと、どっちもなんか虫歯になるんだけども、例えばなんだろう、チョコレートの代わりに、じゃあ、カカオ豆72%以上のダークチョコレートを食べるか、もしくはいちごを食べるか、これだったらどっちもおやつとしては、親としては OK なもの。そういう感じで、アイスクリーム食べるか、アンパン食べるかとかじゃなくって、親から見ても健康的に、じゃあおやつの時間に、いちごを食べるかダークチョコ食べるかどっちがいいみたいな、そういう感じで親がまずスクリーニングしたものでチョイスを与えるっていうことなんですね。で、お金に関してもそうなんです。それから、お金の家庭教育なんですが、やはり私の場合も、もう子どもの時から父親とかそのおじたち、みんなお正月とか親戚が集まると、男性たちはみんなやっぱり株とかいろんなことをやっていて、そういう話をしている。だから子どもの時からこの大人の話の世界、ただ横にいて、自分で人形遊びしたり本読んでるんだけど、聞き耳は立ててるんですよね。耳はダンボにして、大人が何の話をしてるか、すごく私は興味のある子供だったので、大人の話の中でお金に絡むものっていうのをいつも聞いてるわけですよ。今の時代は分かりませんけど、やっぱり昭和の時代っていうと、ちょっとお金のある人ってみんなね、なんかお妾さん雇ったり、囲ったりとか、そういう下半身の節操のない方ってやってたり、今でも政治家のハニートラップとかなんかあると思うんですけど、じゃあそういう話もこう耳だんぼにして子供なりに聞いていて、あんまり意味は分かんないんだけど、でもとりあえず金の切れ目が縁の切れ目だっていうことは分かるわけですよ、話聞いてると。だからそんな感じで、本当にね、子供にこんなことは教えられない、子供には純粋な世界で、それもいいんですけど、やっぱり普通の大人の会話の中で、あの人やっぱりああやって、今、コロナウイルスで会社が倒産しちゃったら、見てごらんなさい、みんなこうやってもう蜘蛛の巣散らがるように人が逃げていて、やっぱりみんな薄情者よねとかね、なんかそんな話でも子供にも聞かせてあげるといいんですよね。だから子供なりに、金の切れ目は縁の切れ目だとか、なんかこの蜘蛛の子を散らすようにっていうこのことわざとか言葉の比喩で、そういうことを言うんだとかね。だからその中で子供に言わなきゃいけないのは分かるでしょ。だからお金でも何でも盗まれるものはダメなんだ。だけどお前の頭の中にあるものは誰も盗めないんだよって言えば、子供は、そっか、じゃあなんかお金貯めてあれ買うこれ買う車買うとかじゃなくって、勉強して頭にあるものは人が盗めないんだなっていうのが分かるとか。だからやっぱりうちの親はいつも言ったのは、頭の中にあるものは盗めないからねっていうのはいつも言ってくれてました。だからそういう意味で子供心に物を欲しがる子供じゃなくって、やっぱり知識とか情報とか経験とかノウハウですよね、それが大事だと思う子供に育ててもらったっていうのはすごく良かったと思います。で、それから、私の実家も夫の実家も、自営業なんですよ。だからもう子供の時からなんか店家業を手伝わされるのが当たり前みたいなね。で、別に働いてもお小遣いくれない当たり前でしょうみたいな、そういう家風で育ってるんですね。だからなんだろうな、皆さんも与えちゃダメなんですよ。やっぱりその対価、物には値段があって、それを得るためには働かなきゃいけない、勤労とかそういったことを教えるっていうのも大事だと思います。子供が言うままにお小遣いをあげるんじゃなくって、やっぱりなんだろう、じゃあ、わかんないですけど、100円欲しいとかって言ったら、じゃあお皿洗い2日しなさいとか、なんか2食分しろとか、ゴミ出し1週間しなさいとかね、なんかわからないんですけど、そうやって
物事には生活をしていく上で必ず誰かのおかげで今の生活が成り立っている、そのゴミ出しする人がいたり、ご飯作ってくれる、まあ、人が、それが親ですけど、だからそのお母さん専業主婦がやってることもそれぞれ対価値段があって、それに対してやってもらってるんだっていうことをやっぱ教えることって大事だと思うんですね。で、まあ、日本の男性が世界でモテない一つの理由がやっぱり専業主婦に育てられた日本人男性って何でも奥さんがやってくれると思っちゃう、または妻イコール母親と間違ってる人っていうのはすごく多いと思うんですね。だからうちの主人が良かったのは、東南アジアですからもうずっとお手伝いさん、住み込みのお手伝いさんの中で育ってるんですけど、やっぱりこのアメリカに来て自分でアパート暮らしをしたら全部自分で、今まではお手伝いさんがしてたものを自分でお皿洗って全部やってる。だからそれを彼はうまく身につけて、そのまま結婚してもやってくれてるっていうか、やるのが当たり前になってるんですね。まあ、そういった意味で日本の一般家庭の場合はまだまだどうしても家事は女性、共働きしても女性っていう考え方が多いと思うので、これからはまあ子供にそうやってお小遣いをポンとあげるんじゃなくって、なんかクーポン券みたいなの作らして、ゴミ出し1回10円かなんか分かりませんけど、そんな感じで渡して、それを一緒に今ゴールデンウィーク中に作って、じゃあこれから10円欲しかったらこれなんかクーポン券1枚とかね、なんかそんな感じで、やっぱりお金はもらって当たり前、親がやってくれて当たり前、親の財産受け取って当たり前、親の家もらって当たり前、これ英語ではエンタイトルメントって言うんですけど、やってもらって当たり前っていう感覚を子供の時から捨てささなければいけない。本当にね、いつまでもあると思うのは親とかね、これを子供の時にしっかりと教えれるかどうかなんですね。で、本当に親御さんのあなたが医者であれ、歯医者さんであれ、弁護士であれ、政治家であれ、うなるほど収入があっても、果たして子供がそれを生かせる子供なのか、ただ単に食いつぶすだけのボンクラになっちゃうのかはあなた次第なんですよ。そういった意味でやっぱり家教がすごいのは、自動的に長男にものをあげるっていうことしないんですね。もちろん昔の、日本の昔の家みたいに長男が全部見る、例えば親の死に目も長男が見る、長男夫婦が見る、だけど長男が見る代わりに親の財産とか全部長男に行くっていうのが一番フェアなんですね。今の日本のおかしいのは、まあ、民法かなんか分かりませんけど、親が死んだら子供に平等に分担される、あれ絶対おかしいですね。そうすると親が生きてる時に一度も挨拶にも来ない、もうどこに行ったか分からないような子供が、親が死んだ途端にやってきて「私の分ください」とか、そうすると本当に親孝行で親の面倒を見ていた、それが未亡人のお嫁さんの方だったりしても、なんか法律的には遺書がない限り、その最後に看取った人にもらえなくって、そのわけの分かんないのが出てきて「私の分ちょうだい」とかって言って、そのために不動産を売らなきゃいけなくなったとかね、そういうこともよくありますよね、ホラーストーリーとして。だから華僑の場合はそのあたりはやっぱり昔ながらの良き風習を持っていて、最後まで親の面倒を見た子供、大抵がまあ長男夫婦とかなんですけども、まあ、その人たちに全員財産がいっちゃう。ですから周りの子供たちもそれはもう了解しているということで、うちも例えば数年前、夫の母親が亡くなりましたけど、夫はやっぱり次男坊で末っ子で、ずっと長男さん夫婦が見ていたので、もう全部長男さん夫婦が取って、まあ、うちは気持ちだけなんかちょっと数十万もらった、でもそれでもう十分だし、別にそこで「いや何分の1くれ」なんてことは言わない、これが当たり前だと思うんですね。ですからまああと今のゴールデンウィーク中にすることを、やっぱりそういう感じで、もしパパやママが死んだらねぐらいの話しててもいいかもしれませんね。やっぱり子どもたちにとにかくもらって当たり前っていう感覚はこの際捨てさせる、それから自分で稼ぎなさい。だからアメリカなんかの大富豪は、例えば子どもが成人したら1億円ずつ渡すお家があるそうです。でもこれ1億円で
これでお前がどうするかお前次第。これをその死ぬまででこう分割して、毎年何百万円かでもう働かずに生活するのもよし、1億円を元手にまた会社を起こすもよし、でも親から出るのはこれで終わり、今後一切これで終わり、あとは財団作ってこっちに全部も親の財産寄付するからねみたいな。で、実際そういうアメリカ人の親って多いんですよ。ちゃんともう財産とかは、まあ、トラストとか、まあ、財団とかに作っておいて、どっちに子供にあげない、もうちゃんとその財団とかを作る。で、私なんかも、まあ、うちは子供いませんけど、やっぱり財団を作って世のため、人のために使ってもらうのがいいと思ってますし、うちもまあ微々たる金額ですけれども、奨学金も作って、アメリカの奨学金っていうのは上げっぱなしで返さなくていいものですけど、それを母校の大学院生に毎年上げているっていう、こういうこともしています。まあ、そんな感じで、ぜひ日本の皆さん、ご自身が今高給取りでも子供のために残そうとかダメですよ。やっぱり私の知り合いでも亡くなったお父さんがそういうお医者さんとか歯医者さんとか弁護士とかなんだけど、まあなんかがんとかで早く死んじゃって、そのお金は結局娘も妻もお金の使い方が分からなくて、なんかいいようにされて亡くなっちゃった。亡くなったら今度自分たちで稼げないっていうことがやっぱありますので、大事なことは子供には物とかお金を残すんじゃなくって、ここに入れとくわけですよ。ここにあるものは誰も盗めないからね、誰も泥棒できないんだよっていうことで、いろんなことを教える。まあ、そういった意味で我が家は、まあ、しょっちゅう、もうほぼ毎日株の話とか、なんか為替の話なんかやってますね。あ、今日日経いくらだったね、今日今ダウいくらだねとか、あ、今円ドルがいくらだねとか、別にそれをやるとかやらないとかじゃなくて、そういったことに慣れておく、ね、うちの場合テレビ流すのも大体まあニュース番組、ニュースもまあ暗いので大体経済番組流してるんですね。で、あ、今このまあコロナ感染でここのこういう産業がやっぱり打撃を受けてるねとか、 GDP がこんだけ下がるって言ってるねとか、だからなんだろうな、まあ、それぞれ皆さんのチョイスなんですけれども、要は子供のいる方は、あなたが死んだらあなたの子供は食っていけるのか、これすごく大事ですね。だから子供のために魚を何匹残すんじゃなくって、子供には魚の釣り方を教えておいてあげてください。そうすると明日あなたが事故で死んでも、あなたがコロナにかかって数日後に死んでも、子供もあなたの残す未亡人とかが大丈夫なように、ぜひ彼らにここですね、お金のこれを教えてあげてください。まあその第一歩でお金のことさっぱりわからない、そのね、なんかファイナンシャルプランナーになれとか経済学部に行ってあれを知るとかじゃないんですよ。そういうのがお金の基礎じゃないんです。お金の家庭教育とかって全部ここに書いてあります。お金に対する考え方とか、それを、まあ、これ買ってもらって家族で話し合ってもらうのもいいかなと思います。はい、今日ここまでです。どうもありがとうございました。じゃあ皆さん、もう日本は真夜中ですから、またよく寝てくださいね。じゃあまたごきげんよう。さよなら。